さてと、続きをやっていこうか。いやー、前回はプンスカマネキンに苦戦したね。ま、ほとんど自滅してたがな。おバカな奴だったよね。ポコニャンに言われてもあれだがな。バカにバカって言われてもね。うるさいな、おい。で、ここは変な形の家みたいだが。鍵がかかっている。入れないかな。あ、入れたじゃん。ここがナプスタブルークの家？あ、本当に来たんだ。前回来てほしいって言ってくれてたもんね。こんなところに住んでるんだね。ごめん、まさか本当に来るとは思ってなかったから。あれ、冗談のつもりで言ったのか？何にもないけど、ゆっくりしてってね。おっと。まさかのナプくんその発言。ナプくんってどうせゆっくり実況がどうとか言うんだろ。バレましたか。CD だ、ラベル面にブルブルチューンと書いてある。ブルブル？ iTune とかけてるのかしら。再生する？聞いてみましょ。CD を再生した。ちょ。上がった？何のテーマだこれ。CD だ、ラベル面にブルブルウェーブと書いてある。今度はウェーブ？波っぽい感じなのか？再生する？まあ一応ね。CD を再生した。テープがすごいことになってる。ちょ、今度は。CD だ、ラベル面にグロスマスソングと書いてある。グロスマスって何よ？わかんない。ちょっと危険な匂いがするけど。でも気になるわね。再生する？一応ね。CD を再生した。テープわからんわ。あはは。さっきのブルブル系とはまた違った系統だけど。とりあえずグロ要素はなくて安心したぜ。とりあえずいろいろ調べてみるか。あ、お腹減ってる？そうだな、そういえばここに来てから結構歌ってるし。じゃあおやつを用意するね。やったね、クッキーとか食べたいな。お前な、招いてくれてるんだからちょっとは遠慮。いやそうなんだけどさ。はい、ゴーストサンドイッチだよ。おお、サンドイッチか、これは嬉しいね。ゴーストってついてるが。食べてみる？大丈夫なの？平気だって。ゴーストサンドイッチを食べようとした。いただきます。って、あれ？しかしすり抜けてしまった。どういうことだよこれ。お化け用だからすり抜けちゃうってこと？あ。ダメだね。どんな味なのか気になってたんだけどな。美味しいご飯を食べた後は、床に寝転がるとゴミみたいな気分になれるよ。ゴミって。ちょうどポコニャンはゴミみたいなもんだからいいじゃねえか。だからやめてくれって。うちの実家ではみんないつもそうするの。実家か。他に家族とかいるのか？お化けの家族ねえ。君も、一緒にやる？ゴミみたいな気分は置いといて、ちょっと横になってみよう。呪われたりしないだろうな。じゃ、真似して。動かない限りずっと寝たままでいるんだ。こんな風にね。引きこもりの生活だから得意よね。なんだろうこの気持ち。だから、起き上がりたくなった時だけ動いてね。わかったよ。いつまでやるの？え？これは、もしかして宇宙空間夢の中なのかしら？ああ、もうちょっとこのままでいよう。何か起きるのかしら。そろそろ起きるか。楽しかったね、ありがとう。すごい。なんか不思議な体験ができたよ。これがナプくんの力だとしたらすげえな。それは、テレビだよ。結構古そうなタイプみたいだけど。それで、面白い番組を見るよ、時々ね。へえ、お化けでも普通の生活をしてるのね。てか洞窟でも電波が入るのか？ブラウザでは音楽共有サイトのページが開かれている。ほうほう、音楽でも聴いてるのかな？てかナプくん、ヘッドホンをしてるもんね。どんな曲を聴いてるのか気になるな。クモの巣だ。古そうな家だもんね。スイーツ即売会のチラシが引っかかっている。スイーツ即売会？そういえば前にも遺跡でクモの即売会があったよね。ああ、確かその時にスパイダードーナッツを買ったんだよな。未だに使ってないっていうね。いつか使えるっていうコメントがあったんだよね。CD の制作作業を続けるね。え？
CD の制作作業。もしかしてナツくんが高くてるってこと？すごいかも。だがブルブル系にグロスマス独特な感性だよね。よし、そんじゃそろそろ行こうかな。さてと、隣の家も気になるけど、鍵がかかってるから入れないもんな。で、ここは？カタツムリだ。なぜだろう、どんな味がするのか気になってしまう。ちょ、何を想像してんのよあんた。でもエスカルゴって結構美味しいんだよ。だとしてもねえ。他の生き物は？でんでんムシムシ。君はこれから長い旅をすることになるだろう。ちょ、そんなことまで知ってるのか？てか言葉を理解することができるのね。でんでんムシムシ。遠く、地平線の彼方まで。地平線？だいぶ長い旅だなそれは。でんでんムシムシ。天狗にならず、いつでも謙虚でいなさい。あら、いいこと言うじゃない。ボコニャンはすぐ調子に乗るからな。いやー何のことでしょう。別荘が欲しいと随分前から考えていてね。この人の人というかこいつもカタツムリだよな。このカタツムリはお札を数えている。ちょ、なんかやらしいわね。このカタツムリたちは何をしてるんだ？あ、なんか気まずいね。今仕事中なの。仕事って、このカタツムリたちの何か？養殖してるとか？ブルーク家のカタツムリ牧場へようこそ。やっぱり、牧場なのね。だがなんでカタツムリなんだ？まあ、見ての通り従業員は自分しかいないんだけどね。さっきお札を数えてたのは、バイトってこと？前は結構繁盛してたんだけど。そうなのか、だが内容はどんなんだ？お得意さんがあるしピタッと来なくなっちゃって。そっか、まあここは商売にはあんまり向いてない気がするよね。今じゃ月に一回ケムクジャラの人が来るだけ。ケムクジャラ？一体誰のことなのかしら。わかんないけど、プンスカマネキンから助けてもらったお礼をしたいよね。うん、右に行ってみましょ。なんだこれ。ここにもカタツムリが？ゲームする？サンダースネイルって言うんだけど。へえ、ゲームか、やってみようぜ。何をするのかしら。カタツムリにレースをさせるの。黄色いカタツムリが一頭になったら君の勝ち。なるほど、レースか、面白そうだね。黄色ってことは、一番上のカタツムリね。一回10ゴールドだよ。10ゴールドか、いいじゃねえか。スタートしたら、Z を何度も押してカタツムリを応援してね。Z を連打、OK。準備はいい？うん、連打なら得意だから任せて。3、2、1、ゴー！うわーって、なんかびっくりマークが出てるわよ。そして全然進まないんだぜ。いや、もしかしたら力を貯めてるのかもしれない。殻にこもったけど。もうちょいかな。なんか火が出てきたんだけど。レースエンド。で負けてんじゃねえか。あ、カタツムリを応援しすぎたみたいだね。もしかして連打しすぎたのがダメだった？結局スタート位置から全然動かなかったもんな。なんか動きを止めちゃってるもんね。だって応援しろって。絶対失敗できないってプレッシャーに、彼女は押しつぶされちゃったんだ。プレッシャーにねえ。逆にプレッシャーを与えなければ勝てるとか？なるほど。じゃあ今度は一度も Z を押さずにやってみる？残念だね。今度は勝たせてもらうよ。てか、走行早？なんでだよ。ゲームする？以下同文。以下同文って。いや、同じこと言わすのはちょっと。それこそめたいだろ。まあまあ、とりあえずやっていこうか。プレッシャーを与えちゃダメよ。大丈夫。準備はいい？オッケーだよ。3、2、1、ゴー！よし、今回は Z キーを押さないぞ。なんか遅いみたいだけど。これってもしかして。レースエンド。普通に負けてんじゃねえか。君もカタツムリもすごく頑張ったけど。僕は何もやってないんだけど。カタツムリはがっかりしてるみたい。もしかして応援しなかったから？いやだって応援したらプレッシャーに押しつぶされちゃうじゃん。彼女はベストを尽くしたけど力及ばなかったんだね。っていうか、そもそもこれって黄色のカタツムリが勝つ要素ってあるのかしら。確かに。ナツくんが黄色を指定したのもなんか変だし。もしかして絶対勝てないようにしてたり。残念だね。まあ、助けてくれたお礼っていう意味でよかったかな。そうね、ポジティブに考えていきましょ。さて看板は。北、ブルーク牧場、東、ホットランド、ハテナハテナ、テミー村。ハテナハテナってなんだ？
デミー村ってのがどこかにあるってことよね。見た感じ方角が隠されてるみたいだよね。方角か。北と東は外して、西か南か。これはぜひ行ってみたいね。さあこっちの方は。ちょ、こいつは。あ、なんだよ、あん？ちょ、何やってんだ？っていうかどこ向いて行ってんのよ。これも仕事なんだよ。自分の仕事だよ。あはは。よくわかんないね。誰もいないようだ。なんかすっごいセンスの家ね。顔っぽい感じだよな。人間。ではないね。魚人系。特に何もなさそうだし行くか。あ、このひよこは。向こう岸へ運んでくれるらしい。ここって前に反対側に来たことあったわよね。なるほどね。お願いする？戻れるってことか。今は先に進みたいからいいかな。ふう。さて、セーブでもするか。穏やかな静けさの中で決意がみなぎった。よし、今日はここまでにしよう。ちょ、動画が始まった位置と終わる位置、全く変わってないんだけど。ほんとだ。っていうか今回の進捗はほぼゼロじゃないか？あはは、まあこんな日もあるって。はぁ、あ。ただでさえ更新遅いのに。長い目で見てね。